わけで本日はレインボーズというカラオケ屋さんにやってきています。そしてこちらレインボーさんの4品を食べていきたいと思いますのでよろしくお願いします。早く食べないで溶けちゃうな。ジュンのバニラアイスとか。というわけでまずはフォンダンフロマージュから食べていきたいと思います。ここまでところはチーズケーキ、シャラトロと崩れて美味しそうです。ではいただきます。スイーツは初めてだ。これでカラオケ店の商品も侮れないなっていうことが改めて分かりました。でひんやりしたアイスとまあまろやかにとろけるチョコやチーズがよく合う。もっといろいろ食べてみたくなるなぁと思うんですけど、残念ながら今は種類がこれだけしかないんですよね。あとレインボーって結構あるお店じゃない、お店のある都道府県が限られているので、そこもちょっと残念な気もします。だけどもしあなたの近くにお店があるならカラオケを楽しむと同時にぜひ食べてほしいところですね。おっと、あと本日はレビューの後にちょっと今後の方針について少しお話がありますので、そちらもぜひ。ごちそうさまでした。なんで、本当に食べた。フォンダンフロマージュ。そして、3つ目のフォンダンショコラは、なんか、ちょっとした、あったかい、チョコやチーズは、全部、3つ目から考えて、シーソーのように、バランスを取ってくれて、おいしかったです。さらに、レディの甘酸っぱさも加わって、ちゃんと食べることができるのも良かったですね。さらに、さらに、つなげ物でも大丈夫です。つなげ物でも大丈夫ですが、次に、イタリアンプリンも、少し温かかった。あっちのプリンってあんまり食べることないんです。全体とはまた違った、ほわっとした食感があってよかったです。そして最後に炒めたマスクバルスも、今だけでいいのかな、が、ちょっとサクッとした心地よい音と、今回のケープではマシュマロ、さらにチョコレートの甘せ味、クラッカーの塩気が、で、なんか何とも言えない幸せを届けてくれて美味しかったです。もっとフロアにいろんなものつけてみたいなぁ、と思いましたね。なので、今回はフロアを代表として4点と出してね、ているんですけど、ちょっとことについて少しお話しさせてもらいます。今度は動画タイトルは日常演武の食事にとなっているのですが、まあ、魔王魂さんのスピルで歌の動画も上げたんですけど、すごい特別になっているということと、まあ、他の動画の問題がひどくなっていて、ちょっとややこしい人気が厳しくなっているので、魔王魂さんのフリーの楽曲は YouTube などの動画サイトで投稿することもあるとは思いますが、それ以外についてはダムさんの方にお店で録画した映像や歌を投稿していこうと思います。なので歌の方はそちらに引き続き移行するという形で、ね、このチャンネルの方は日常演舞の食レポ日記に改ざんしようかなと思っています。投稿された段階で改ざんされているかどうかはまだ僕にとってはそういう方針であるということを今日ここでお伝えさせていただきます。それではこれからどちらも歌もこれから変わらず今まで以上にやっていきますので、どうかよろしくお願いします。それでは本日の演目はここまでとさせていただきます。また次回の演目でお会いしましょう。演舞終演です。